カピバラ。アロンオアシっつうのはや、無能で、バカなんだよ。あいつバカなのよ。政治活動、選挙運動の区別もすらつかない、現職なりすまし議員さんなのよ。あいつは、バカすぎちゃって。多分、日本語通じないレベルで、やってあげないと。ダメだと思うよ。柏のパッピー、俺のさ、YouTube の概要欄に貼り付けてあるけどよ。群れてる時は息があり、一人ん時は何もできない、ただの雑魚。つまね、まあ、いろいろ取材を通して、答え出してきたけど、カビちゃん、あいつはそういうレベルなんだよ。自分でもバカだって分かってんのよ。なんか分かんねえけど、YouTube なりなんか編集でもしたのかな、分かんねえけど、そのなんか動画なんかちょびっと見たけどよ。あいつってさ、顔見りゃあかんじゃん、あのパッピー。歯と歯の間からさ、隙間がさ、2、3ミリぐらいあって、あそこからパトリオットミサイル飛ばすような核兵器野郎だよ。そして臭い。リアルに匂い浮かんで、大臭、口臭、もうすべてがオワコンなんだ、あいつ。あいつはさ、ただネットで吠えるだけの井の中の蛙であって、実際ね、じゃあ岡崎さんとなんか、いつでも話しますよとか言ってっけど、岡崎さんの方が1000倍頭いいから、あの無能のさ、低能、脳みそがさ、なんか絹ごし豆腐レベルのよ、大橋、あいつ何もできねえよ。唯一できんのは、YouTube ただ吠えるだけ、そして新しいチャンネル登録誘導してるけど、ねえ、Google AdSense から、ねえ、パートナーを解除されるぐらいのレベルだぜ。新しいチャンネルなに、収益ができると思ってんのかな、紐付けされてオワコンだってこと知らないんだろうね、きっとね、あのバカはマジで。なあ、パッピー君よ、お前さ、暴行容疑中なんだよ。なあ、就職活動マジ考えとけよ、お前。な、そして今回の議会も一般質問ゼロ。さ、今月遊びに行くかな。お前の斜めひげ抜き45度やろうよな。バイバイ。